内藤哲也の優勝で幕を閉じた今年の G1 クライマックス。真夏に生まれし火種は実りの秋、全てを破壊する激闘となる。超人岡田を地獄へ葬り去ってやったよ。こんなんでな、超人超え、ふざけんじゃねえぞ、この野郎。因縁の二人がネバー6人タッグ戦で激突。悪夢がよみがえる。俺たちはプロレス界の王様だからな。宝は全て俺たちのもの。ゲリラドブリステリー全王者です。やったよ。新日タッグの至宝をめぐる戦慄の三つどもえ決戦。 KS is back! Everybody jump! 俺が用あるのはな、てめえだ。おい、そこの白い豚野郎。ネバー王者鈴木みのるの標的は 8.5 大阪で敗戦を喫したマイケル・エルガン。邪魔者は叩き潰す。俺の前に立つやつはぶち殺しよ。タグチジャパン、IWGP ジュニアタッグのベルトを巻きます。おめでとうございます。綺麗なバラにはトゲがある。そんなわけないじゃないですか。どこ見てんだ。王者の趣味には癖がある。もっと踏みつけてもらいたいから挑戦していいよ。王者櫛田の喜びもつかの間。エルデスペラード来た。チャンピオンってのはよ、負けねえからチャンピオンなんだろ。一回ぐらい負けてそのまんま王様気取りか、この野郎。ああ、チャンピオンしか触っちゃいけないのがこのプロレスのチャンピオンベルトだよ。お前にポリシーがないのか。ポリシーはこれは俺のものだ。 Twice now I've tapped out Tanahashi. I'm 100% the next Intercontinental Challenger. ギブアップで始まり、ギブアップで終わらせた夏。秋は白きベルトとともに締め落とす。 It's not a catchphrase, it's real. Suzuki-gun Ichiban. まさに衝撃。 IWGP US ヘビー級初代王者ケニー・オメガからスリーカウントを奪ったジュース・ロビンソン。Holy shit! That just goes to show anything can happen. I told you it was dangerous. Damn it! 夢の舞台で掴んだチャンス。今度こそベルト奪取を実らせる。破壊から生まれる新たな未来。己の道を切り開け。Road to Destruction!